S3 S、6型ナン、no. バー3673に重付されている JA マッファイ社の製造名盤。JA マッファイは蒸気機関車に代表される鉄道車両やロードローラーなどを製造していたドイツの企業である。会社存続機関中の代表社名は機関車及び機械製作所 JA マッファイと称し、創業から1931年のクラウス社との合併までの 約90年間に5000両以上の機関車を製造した。1835年のドイツ最初の鉄道開業に感銘を受けたヨーゼフ・フォー・マッファイらがバイエルン王国内での機関車の国産化を目的として1837年にミュンヘンのエングリッシャーガルテン北東ヒルジュアウに所在した小規模な鉄工所を購入して創業した。その創業は ミュンヘン・アウクスブルク間に鉄道が建設されるのを見越してのものであり、同鉄道建設にあたって、鉄道先進国であったイギリスから招聘されたジョーゼフ・ホールの進めと指導に従って、1841年には、同社第一作となるデア・ミュンヒエナーと呼ばれる蒸気機関車を完成した。これは、当初の目論み通り1840年に開業したミュンヘン・アウクスブルク鉄道へ納入され、 さらに続く8両は、王立バイエルンクに有鉄道へ納入された。以後は、ドイツ国内の鉄道建設進展に合わせて、順調に業績を拡大し、最初の10年間で約70両の機関車を、ドイツ、オーストリア、イタリアの各鉄道へ納入した。ババリア。動力伝達用チェーンがひどコ前後の同軸から、全部の同軸群にだけではなく、淡水車にも渡されている。 1851年には有名なゼメリング、コンテストに成番72となるババリアを提出。これが優勝し賞金を獲得したことで、購買専用機関車を得意とするメーカーとして、マファイ社の名声は高まった。またこの頃、マファイ社は、バイエルン東鉄道の運営に、建設計画段階から関与した。これにより、同鉄道が、 王立バイエルンクニュー鉄道へ吸収されるまでの12年間に、心臓した機関車、全189両の受注は、同社が独占する結果となった。しかも、吸収先である王立バイエルンクニュー鉄道も、上述の通りマフファイ社創業以来の、重要な顧客であったことから、19世紀末には、マフファイ社による機関車の年間生産実績は、その50%以上が、 王立バイエルン区に有鉄道向けとなり、この関係は、同鉄道が、ドイツ国鉄に統合されるまで続いた。1864年に、累計500両目の機関車が完成した際に、ヒルシュアー工場で撮影された記念写真。創業者であるヨーゼフ・アントン・フォン・マッファイの没後も、会社の規模は拡大の一途をたどった。1874年には、累計1000両目の機関車が、 ヒルシュア工場から出荷され、河川用船舶やロードローラーなどの製造も行われるようになった。1890年には、マファイシャはアナトール・マレーによって開発されたばかりの間接式機関車の一方式であるマレー式機関車の製造を開始した。これらは、軸配置 b b あるいは CC と比較的小型のタンク機関車を中心に、 スイスーストリアブルガリアなどの急曲線が連続する、公媒線区を多数抱えるヨーロッパ各国の鉄道に、納入された。特に山岳国であるスイスではスイス中央鉄道、シュバイツァーセントラルバーン向けに、合計16両の B、B タイプを、地元バイエルンでは、国有鉄道へ、BB2 型と称する31両の B、B タイプを納入し、共に急曲線を抱える。 公配戦区における有効な輸送力強化手段となった。さらには新規市場開拓として軸配置 B、B タイプの完成型となった BB2 型を狂気用として改め設計したモデルを試作し、1903年に大阪の天王寺で開催された第5海外国環業博覧会へこれを出展するなどの試みも行われた。 20世紀に入る頃から、マッファイ社は、自社の所在するバイエルン王国と隣接する、バーデン大公国が運営する、バーデン大公国国有鉄道との関係を強めた。強力な急行列車用機関車を求める、同鉄道の注文に応じ、同鉄道の機関車製造担当官であった、アレクサンデル・クールタンと、マッファイ社の製造部長であった、アントン・ハンメル、 それにハンメルの部下であるハインリッヒ・レップラが共同で部圧や通エ後半を繰り抜いた膨大枠と一体中高性のシリンダーブロックによる強化。王立バイエルンクに有鉄道 S36 型蒸気、機関車その最初の成果であるイード型は時速 144km の速度記録を達成し、その同系機がマファイ社にとっては地元であり、かつ重要な顧客である王立バイエルンクに U 鉄道などにも同景機が納入されるなどの成功を収めた。以後はこれを基本として、当時のドイツにおける蒸気機関車の最高速度記録を達成した王立バイエルン国に U 鉄道 S26 型蒸気機関車、流麗な用紙と斬新な設計、それに極めて高速かつ強力な走行性能で一大活気をなした新設計のパシフィック機であるバーデン大興国国ユ鉄道。 IVF 型と、その改良型である IV 型、そしてドイツ国鉄道号後、正式機関車の製造が始まってからも特に望まれて、追加製造が行われたほどの優秀さで知られた、王立バイエルンクニュー鉄道 S3、6型蒸気、機関車、と優秀な機関車がこの時代に続々と排出された。その一方で、マッファイ車は、市場の拡大を狙い、1九0年頃から、 同業のクラウス社製機関車に習った設計の小型機関車の拡販にも努めるようになった。拡販策の一環としてコッペル社経由での国外販売も一部で行われている。さらに1907年にはベルリン機械製造との合弁会社であるマッフハイ、シュバルツコップ製作所を設立。 同社はブーマグと共同で1909年より電気機関車の製造に参入している。しかしながらこうした努力にもかかわらずマッファイ社の栄光の日々は長くは続かなかった。第一次世界大戦中の軍用機関車量産がドイツの急戦協定発行で打ち切りとなり、さらに戦後同国を襲った世界恐慌によって財政面で壊滅的な打撃を受けたためである。 各して、マッファイ社は1927年に株式会社へ、改組の上で JA マッファイ株式会社と解消され、1929年には工場閉鎖の危機にまで追い込まれた。幸いこの時は経営が持ち直し、1930年には株式上場を果たしたが、翌1931年には、おなじみ運ンの同業者であるクラウス社と合併。 クラウス・マッファイ社となり、機関車製造事業は、旧クラウス社アラフ派工場へ集約された。これによりマッファイ社創業以来のヒルシュワウ工場は、閉鎖され、90年にわたる歴史に終止符を打つこととなった。マッファイ社の代表的な製品例を以下に示す。バーデン対抗国区に有鉄道、イード型バーデン対抗国区に有鉄道、IVF 型。 ドイツ国鉄18.3型王立バイエルンクに、U 鉄道 S2、5型王立バイエルンクに U 鉄道 S3、5N 型王立バイエルンクに U 鉄道 S3、6型、ドイツ国鉄18.5系ドイツ国、ありがとうございます。